カブックプレイラジオ小屋話、ウォーリー木下です。若旦那家康です。お願いします。よろしくお願いします。はい、この配信はですね、カブックを拠点にして、演劇のよもやま話とかを、ラジオとして音声の配信を、YouTube を使ってしようという企画になっております。で、もう結構撮り続けて、冬に2020年の冬になってきてます。よろしければ、面白かったらね、なんかグッドとかしていただいたり、コメントをいただいたり、なんかカブックのチャンネルを登録していただくと、今後のカブックが助かるんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。今後のカブックが助かるの、これで。さあ、やっぱ助かりますよ。助かる確かに疲れが、疲れがもうひどいね、冬の疲れ。ね、やっぱね、まだ冬じゃ、かじかんでるね、下がね。まあ、撮ってんの全然9月ですけどね。はい。まあそうね、でも、カブックさ、全然チャンネルあるけどさ、コンテンツがないからさ、はい、こう、少しでもね、登録普通に公開できるコンテンツを。はい、いや、そう、でもこっから先はさ、やっぱそういう、コンテンツものをね、オンラインコンテンツっていうのを増やしていかないとね、劇場もね。まあ、それの一つでこれもやってるわけですけども。すごい人気が出たら、多分、お客さんを入れて、リアルにトークだけ。マジで？トークライブ？トークライブとかして。全然興味ないわ、それ。どうしよう。やだ。入場料1000円とかで。いや、誰も来ないって。来ますって。ゲストによります。来るか来ないか。だから、それもはやさ、ゲスト頼みじゃん。まあ、基本まあ、ゲスト頼みってあれだけど、ゲスト頼みだよね、これね、すべてがね。そうですよ。だって、まあ、僕たち2人で喋っててもね、本当仕方がないですけど。仕方がないとか言うなよ。そうなんだよ。どうなの？わからんのは。最近は。ね、最近は、何聞いてんの？最近、いや、なんか、僕、ずっと CD を、買う派だったんですけど、CD を買う派、はい、このご時世なのに、このご時世でやっぱ物執着みたいなのがすごい強かったんですけど、全然買ってなくて、なんか新譜の情報とかが入ってこない、なかなか。けど、それはお前次第じゃないの？そうそうそう。新譜の情報を取りに行くかどうかでしょ。そう。いや、だからなんか新譜が出てないってこと？いや、けど初やっぱコロナのあれで発売延期になったやつ、CD ですら発売延期とかになってたの結構あったりとかして、あれ出てるはずなのにまだないとか。まああと、あんまり外を出歩かなくなったんで、タワレコに行かないみたいなこととかが起きてるんですけど、けどライブは、ライブハウスはこの間久々に行って。え？ライブハウスやってんの今？あ、いや、一応ね、すごい。それ何？完全不法なやつでしょ。不法ではないです。いや、けど無許可のライブハウスでしょ。セカンドラインっていう大阪の福島にある、うん、高架環状線の高架下にあるライブハウスだったんですけど、うん、入り口とかかなりしっかりQR コードを読み込んでとか、かなりしっかりやってましたね。で、まああんまり発生しなんか。どうなん、まあ音楽にもよるとは思うんですけど、発生しないとかって感じでやってる。え、誰の？あ、それはもうけど、関西のインディーズの人たち。で、だからライブとかも復活してきてるんで、よかったね、それ復活。嬉しいね、でもね。はい、中村和義のライブのチケットを買ってたけど、それはシャングリラ、大阪のシャングリラで中止になって、振り替えが10月とかになったの。うん、だからなんかやっとなんか中村和義の生を聴けるなって思って、今もっとややこしいわ。今11月実際にややこしい行ったかもしれないんだね。そうそう、行ったってことでしょ。これ行った、行ってます。よかった。ああ、もう最高でしたね、やっぱね。シャングリラってでも意外と狭いからあれだよね、こう、いや、客席とか抜いてやってたんだろうね、きっとね。そう、まあ、まず椅子を置いてること自体が多分そんなにない会場だったんですけど、まあ、だけどゆったり見れて、まあ、そんなみんなでモッシュ&ダイブするようなバンドじゃないから
まあ確かにね。確かに。オープニングは何の曲やったの？オープニングもうね、行ったことになってますからね、これ難しいですよね。まあ、犬と猫から始まりま犬と猫からすごい、すごいね。なんかいいね。何のために新譜出したんだみたいなことになってますけどね、今の話。はい。ありがとうございます。いいね。ライブ行きたいね。ライブ行きたい。ないわ、そんなの。この間、ね、演劇お礼だから、それこそ、三谷さんのね。ああ、行きました？行きました、第一。いやーなんか、だからもう違う感情が出てきちゃってさ、見ててさ、この舞台上で行われてる物語を追ってるこう感動もあるんだけど、なんかまた違うこう、そこのにいるお客さんと僕とこう演劇とみたいな感じもあってさ、なんか複雑な気持ちになったね、すごい。え、それはウォーリーさんの舞台もいくつかもう上演されてますけど、上演した、上演した後だったけど、上演 した後で、自分も作った後で、自分も作ったよ。で、自分の舞台はさ、やっぱまあもちろん感動したし嬉しかったけど、うん、一観客として見に行くっていう立場だと、まあ、それはそれで違うよね、うんうんうん、こうすっごいゆとりのある客席ってなんか緊張するよね、あれ逆に、ね。なんかね、拍手とかの厚みが、拍手の音をさ、はい、大きめにやっぱするよね、当たり前だけど。そうですね。こう、役者さんに気を遣わしたくないというかさ。ああ、袖とかに、僕は受付とかにいるんで、袖じゃないな、扉の向こうにいて、拍手が聞こえたら、扉を開けて、後接するみたいなことをするんですけど、それけども、扉の裏で、その拍手の音が、うん、お客さんが拍手をめっちゃ、めっちゃ頑張ってくれてるっていうのを、うん、いやちょっとさ、本当に泣けるよね、うるっとくるよね、はい、あります、すごく。いやでもそういうことなんだよ絶対、うん、俺はなんかそれを拍手の音を一人一人が大きくすることで、うん、いろんな問題がクリアしていくような気がしてるんだ。お、なんかいいこと言ったいいこと言った。柏で打っていきましょう、柏で。いやそう、声も出せないからね今ライブでもね。まあ、こんな、なんかしんみりした感じ。こんなしんみりした感じでゲストを。全然しんみりするつもりなかったのに、お前のおすすめの曲を聴こうと思ったのに、それは言わずに結局終わってるし。いや、すみません。あまりお待たせしてもあれなんで、ね、ゲストの方をお呼びして、楽しんでいこうと思います。今日のゲストは、俳優と、ダンサーされてます、森田和代さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。いやー、お久しぶりです。お久しぶりです。いやもうね、はい、森田さんをね、ゲストに呼ぼうと思った理由はというか、うん、もうそもそもこのラジオをやろうと思ったきっかけが森田さんなので、僕は そうですね、そうですね、はい、ちょっと説明するとね、説明してください。自粛始まって非常事態宣言出て、はい、でまあまあ家でずっとこもっていわゆるステイホームっていう時期があったじゃないですか、うん、でなんか僕がちょろっとツイッターでなんかつぶやいたら、森田さんがなんかぜひお話ししましょうみたいな感じを言っていただいて、はい、ね、で、あ、確かに今人に会えてはないけど、うん、会うツールはね、たくさんあるから、ね、こうオンラインで会うっていうことをやってみたらどうなるんだろうって、うん、多分森田さん、僕差しで喋るのでないですもんね、今まで。ないです。だから一昨年そのビッグアイ の、ね、カレッジに演出で森さんがいらしてくださったんですけど、まあ多忙で、多忙でしたね。いやいや、もうあの企画自体、あの企画もだ、あの企画は話したい。酒井のビッグアイ、そうですそうです、酒井のビッグアイです、うん、はい、私この4年ぐらい関わらせていただいてて、講師だったり出演だったりで関わらせていただいて、一昨年がそのアドバイザー、出演兼ねたアドバイザーみたいな感じで関わらせていただいたときに、森さん演出で来ていただいたんですけど、まあその人数が多いんですよ、うんうん、3ヶ月ぐらいで舞台を作るんですけど、障害のある子が70人とか、うん、すごい数、はい、数こうやってて、でもうそのそれなのにその森さん多忙で 3,4 回しかいらっしゃれないっていうことで、そうで、アドバイザーだったり、あとアシスタントとかについて何か、うん、ダンスボックスの方だったり
あとダンサー、若い、そう、若いダンサー祭とか演劇の人たちが加わってくださってたんですけど、まあ毎回稽古はすごく大変です。本当もう海の歌声っていう、こう嵐の中の海の話なんだけど、もう本当に嵐の中の海みたいな稽古だったよね、ずっと。そうですね。で、それがあって、その時はまあちょっと、うん、一緒にちょっとやらせてしまう程度だったんだけど、まあそのツイッターで自粛期間中に、うん、じゃあちょっとおしゃべりしましょうっつって、うん、ズームでね、はい、差しで喋って、はい、で、なんか、あ、これはいいわと思って、まあなんかこうやってやったこう人と話をすることで、なんか別に問題を解決したいわけじゃなくて、うん、なんか逆に言うと問題を見つけて、それを一緒に共有するみたいなことをやれたら、この時期も無駄じゃないんじゃないかと思って、まあ、特にステイホーム終わったんだけど、でもなんかカブックでちょっとなんかやりましょうかっていう時に、じゃあラジオで、こうやって遠くの人とつながってお話しするっていうのを始めさせてもらったので、まあ、はい、念願の、やった、その時のきっかけの帰って帰ってきた、帰ってきた、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、あ、そう、なぜ、そうですね、なんか本当にツイッターでポロッとそのウォリさんのつぶやきを見かけて、純粋にもうあの時本当に喋る時間がなかったから、でもウォリさんいらした時のあの演出すごく面白かったんですよ。すごいスピード感があって、あ、もう何をやっても決められない私たちだったのがウォリさんいらけど、ただとわって決まったりとか、そのうまくいい人との付き合い方、障害のある子たちに対しての付き合い方とかを見て、あ、なんかゆっくり話したいなって本当に純粋に思ったんですよね。タイミング良かったですね。じゃあ、うん、すごいタイミング良かったです。良かった。そのウォーリーさんのツイートにいろんな人がバーって言ったら、なかなか時間も合わせるのも大変になってたかもしれない。そう、結構私早めにパンって手を打ちましたね。そう。でね、なんかね、その時だから僕が、こういうコロナの中で公演が中止になったりしていく中で、うん、今後こう舞台芸術やっていくのにこうどうしたらいいんだろうっていうのもあって、なんか確かこう、うん、なんか組合をね作らないみたいな話、あ、そうそう、ね、しました、しました。あの森田さんが、まあ、森田さんが作らないっていうか、そういうのも日本がいるねっていう話、うん、いるねって話をしてて、で、まあその後ね、実際いろんな基金ができたりとか、うん、まあいわゆる公益助成みたいなものも増えては今来てるんですけど、うん、まあ、どうしても演劇ってそれまではもうプロダクション一個一個単ね、独立して劇団とかプロダクションがやってるから、なんかこう仕組みとしてこういう災害というか、まあ、起きたときに保証する制度ってないから、まあ、それをこういうタイミングでみたいなところもちょっとね、うん、森田さんが言ってくださって、はい、あ、なるほどなと思って、ちょっと勉強もしなくちゃなって、まだそんなに勉強できてないんだけど、うん、でも今ちょっと勉強してる。言ったっきりだな。言ったっきりだな。うん、いやけど、私はその障害、障害のあるアーティストなんで、結構守られるものがもう何もないんですよね。うんうん、プロダクションも結構なもう厳しいし、自分で自分の身を守らないと続けられない環境なので、で私は本当に仲間が欲しくて、しかないから、今も。うんうんうん、そうかそうか。今までその仲間みたいなものは、うん、こういわゆる劇団みたいなものって、あ、私は劇団には一度入って、うん、奈良の夢歩行協行団っていうアングラをやってるちっちゃい劇団があるんですけど、うん、そこに7年私は大学卒業してから入ってるんですよね、うん、それはもう健常者も障害者も混ぜこぜの劇団なんですか。はい、 で、うん、でもただちょっとあの言っていいのかな、ちょっと精神病む人が多くて、劇団でちょっと大変だった。まあちょっと座長自体もちょっと病んでた人だったんで、俺も、はい、まあ、だからやれたところもあるんですけど、うん、でもちょっといろいろ7年やって私がしんどくなっちゃって、うん、でそれからは基本個人でフリーで、個人です、フリーです、ずっと。うん、そっか。でもさっきおっしゃったみたいになかなか自分のこう日常の健康管理も含めてこうやることは多いじゃないですか、うん、普通の俳優さん、うん、ダンスさんされる、うん、そこで守っていくって今なかなか大変ですよね。なんかでも、うん、この数年って、まあ、私、うん、ウォリーさんとお話したかもしれないけど、オリパラ
うんうん、オリパラバブルみたいなのがあったので、お仕事自体はすごく増えたんですけ ど、ね、でも、それもやっぱりなんか一回行って、まあ、パンと終わるし、そういうこと、ギャラの交渉から自分で全部しないといけないじゃないですか。内容から、全部そういうことをやってきているので、その確かに目に見える形で今日本にこう障害者のアーティストっていうのはすごく、あ、こんなにいるんだって僕も本当にこの 2,3 年でね気づいて、はい、そうですね、でさらに驚くのがそれがみんな個人個人でやってるっていう、すごいですね、何か後ろ盾があるわけじゃないっていうね、ないですね多分っていう中でみんなやってきてて、まあでもそれは実はあのパラのねスポーツ選手もそうっちゃそうですけど、うん、同じだと思う、なんかでもこれを日本がねオリンピックパラリンピックやるんだったらもうちょっとこう組織にしてってちゃんとバックアップもしていくことになるんだろうなってぼんやりとは思ってました、うんうん、そうなるといいなとは思いますね。なんかそれこそそのステップアップしていくなんかものが見えにくい、うんですよね、特に、まあ、例えば演劇を勉強するってなって大学に入るとか、うんうん、演劇学校に入るとかっていうのもなかなかすんなりいかない部分もあって、うん、そうなりとかってなると育成自体もすごく大変だろうな。あれでも今行ってんすよね大学ね。あ、先輩ですよ、お高田は。岡田の中のウォーリーさんも。神戸大学の先輩ですよ。発達科学部あ、人間発達環境学研究科の先生。そうか、発達科学部ってなくなったの。そう、なくなっちゃったんですよ、もう。だから、ウォーリーさん教育学部だったから。そう、だから俺なんかもう、だからとっくにないんだよ。教育どんどん名前変わってなくなって。なんなの、その出世語的な感じで。信頼はその辺がチャラいんだよね、なんか新しいものにちょっとどんどん進化していくというか飛びついていくというかで、そこで何の勉強というか、あ、私は障害のある人の舞踊研究をやって、まあ、舞踊研究って言ってももともとそんなに日本で研究されてない、まあ、もっと少ないから研究されてない分野なので、まあ、私も今修士論文の書き出しなんですけど、まだ書かなきゃいけないこの数ヶ月で、なのでまあその日本の今までの障害のある人の表現活動がどう進んできたかとか、うんうん、私が自分がクリエーションしたものを振り返ってみてどういう考えで作っていって、うん、その、うん、どういうふうにまあ今後進むか、いろんな障害がある、私は特に身体の方の障害のことをフォーカスしてると思いますけど、うんうん、そういう人たちがまあどんなことを考えてやっていく、いろんなまあ選択肢というかことがあるかなっていうのが研究テーマです。うーん、逆に言うと研究するだけの、うん、こう今まで あの実例があるってことなんですか。いや、ないんですよね、自分の実例と、うん、あとやっぱり読んでる論文がイギリスの論文とか。あ、そうなんだ。日本、イギリスはすごい熱い。日本の実例ってことじゃなくて、もう世界中のってことなんですか。歴史だと日本の実例はある、うん、歴史とか全体でいくとあるのはあるんですけど、あのそんなにやっぱり多くはない、まあ、うん、劇団大変さんとか、はいはい、あるじゃないですか、うん、そこぐらいだったらスタート、まあ、分かりやすいスタート地点だと思うんですけど、うん、そこからまあ公的資金が入ってたり、そのね、うん、公共団体がやったり、うんとかの助成金がついたりみたいな形で、うんうん、ちょっとずつなんかやって積み上がってはいってるんですけど、うんうん、まあそれがオリパラでちょっとわっと上乗せされて、うんうん、法整備がされてとか、うんうん、目まで厚労省だったのか文化庁もちょっと加わったよとか、そういう背景的なことも含めて考察できたらな、うんうんうん、でもそういうのを作ることでまあ、世の中の人に対しての届く場所がまた増えますもんね。そうですね、イギリスはこうなんだとかって分かるだけでもまたちょっと違いますもんね、うんうん、なんかすごい森田さんあれパフォーマーで作品も作るしそういう研究もしてるし、確かに本当すごいな。でも研究に行った理由はパフォーマーで生き抜いていくことにちょっと、うんうん、なんかなんて言ったらいいかな、ちょっと分からなくなってしまったところもありますね。やっぱり自分で全部やることに結構疲れちゃった。あ、その制作とかも、うん、言ってみれば一人でやることになってしまうので、
プロジェクトとしてお仕事させてもらうときはその辺にしなくていいけど、うんうんうん、やっぱり自分で作品作るってなると、うん、そういうことがやっぱり付きまとうじゃないですか、うんうん、っていうことがどこまでやれ一人でやり続けるのにちょっと疲れたところもあるのと、これ一回自分の頭も整理したいなっていう両方ありますね。でそのあとそのここ最近公的機関さんとかとそのシンポジウムとかでお話しさせてもらう機会が増えたので、やっぱりもうちょっとそっちに働きかけて制度変えていったりとか意識変えていくことっていうことをやっぱり当事者の口でやらないといけないなっていうのもやっぱりすごい感じるので、それがやっぱりできるアーティストまだちょっとそんなに育っていないので、障害のあるアーティストはそれはちょっと自分が頑張れるところは頑張っていきたいなと思いますね。すごいな、すごい切り開いてる。逆に言うと日本ではこうやっぱりな、例えばプロダクション行くことってもこう、まあ、東京とかにこの障害のパフォーマーの方が多い、はい、でもなかなかちょっとそこは、うん、言い方難しいけども、そういう色でしか見られなかったりするし、そうですね、だからといってじゃあ今度、普通のそのなんかプロダクションみたいなところで例えば、まあ、どっかに入るなったらそこで自分が一体どういう価値があるかみたいなことを、うん、そうですね、考えなきゃいけないし、うん、なんかもっとその真ん中あたりのものがないのかなって感じはしますよ ね、 確かにね、ありますね、うん、まあ、体特徴として使っていただけるっていうのはすごくいいこと、うん、例えばその若旦那さん見ていただいたメニノなんていうのは多分その使い方の最たるものだったと思うんですけど、またああいう使い方はああいう使い方でちゃんともっと目に見えていいのになって思うこともあるんです。なんかツイッターとかでね、その会社その例えばこう障害者の役を障害者がやるっていうことを、はい、とか健常者がやるっていうことの、まあ、是非みたいなものとかって、うん、まあアメリカとかだと割ともう議論はされ尽くされてるところ、はい、まあ特にブロードウェイとかきっとあるんだと思うんですけど、うん、まあ、それはもう今いや黒人とかそういう話もなったりする、うん、でまあ、日本はそういう議論すらまあまあ起こらないというか、うん、まあ、そういう役がそもそもないしみたいなところ、ないですね、なかなかやっぱり起用する監督さんとかプロデューサーさんも少ないですし、うん、すごく固い、まあ、一部の方しか使われないし、うん、でやっぱり今作るってなるとそれこそ障害がテーマになってしまうので、うん、もうそういう使い露出の仕方になると役者として育ちにくいですね。うん、うん、そう、でも去年ねそのビッグアイでやらせてもらった時に、うん、こうパフォーマンス、まあ、ダンスでも役者演技でもこうしたい子たちたくさんいるの、いっぱいいるので、やっぱりその、まあ、僕とかみたいにその義務教育で小学校行って小学校行ってみたいなところで演劇って言ったらまあ年に1回どっかやってくることなのね、うん、新劇か分からないけど、まあ、こうお芝居を見てっていう時にこうあ舞台立ちたいって思うことって、まあ、正直あんまりないじゃないですかそこで、はい、でも多分去年あ一昨年かその触れ合った時になんかもっと多分、ね、近くにね表現活動があるんだよね彼らの方が、何だったら、うん、うーん、でそれはそういう場所にいるからだと思うんだけど、うん、なんかね実は全然人口が少ないとかはないと思うんですよね。大阪は、まあ、ビッグアイがあったおかげもあって、うん、本当にちゃんと毎年積み上がってるんですよ、うん、どんどん膨れ上がってるというか人数が、だから今年なんかはコロナがあるので人数をちょっと削ったので、うん、落ちた子もいたり、去年毎年行ってたのに今年は行けないみたいな子とかも出てしまってすごいかわいそうだし、で、あ、ね、で、なんかパフォーマーになるうんぬんとかだけじゃなくて、その3ヶ月がある楽しみで精神的に保ってる子もいる、ね、なるほどね、そこで誰かと一緒に何かができるっていうモチベーションになってる人も多いので、それはやっぱり延期とかにはできなかったんですかね。今年はもう多分人数が、それでも、うん、ダンスが30、演劇30なんで60。ああ。とってそれなんですよね。うん、いや、だからちょっとこのコロナの、で、多分世界的にだと思うけど、こう、
そういう体が弱い人が家にますます閉じこもって、うん、せっかくここ最近、うんうんうん、外に出ていくっていう、うん、ステイホームの反対、昔はね20年前30年前はそういう人たちはもうステイホームしときなさいみたいな感じがあった時代が変わりつつある中に、またちょっと逆行しちゃうんじゃないかっていう不安は少しありますよね。そう、なんか2つ考えが多分あると思っていて、ステイホームになってその今までアクセスしにくい、直接行きにくい人たちがネットによってアクセスが可能になって近くなったっていう人もいるんですよ。なるほどっていう考えもあれば、フィジカルに結構動いてた子が反対に動かなくなったっていうことを多分2パターンあると思っていて、なんかその辺は難しいな。どちらかと私は体動かす方なので後者なんですけど、そっか、でもアクセスするなんか本数というか道のりは増えてるっちゃ増えてますもんね。増えてますね。でも増えててもなんか、まあ、まだ私がそんなに そういうところにちゃんとアクセスしきれてない部分もあるのかもしれないんですけど、なんかやっぱり希薄なところがあって、ネットだとつかみきれない部分があって、そこでやっぱりパッて切れちゃうと切れじゃないですか。はい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 、ネットってわかる。そうなんですよね。なんかこう、熱い気持ちが、なんか、シューンってなっちゃうときがあるというか、なんか映像メディアとかってちょっとそういうところありますもんね、そもそもがね。こう、見てるときのなんか情熱みたいなものが、こうやっぱポチンって切れた瞬間に、日常にまあ戻りやすいというか、特に家で見てる限りだと、これが映画館とか行って、例えば何か映画を見るっていうのと、家で見るっていうのは全然違う。それはまさに演劇でも今オンラインでね、たくさんいろんな演劇あるけど、こうやっぱ 熱量が保たれない、保たれないよね。振り返る時間が多分なくなっちゃうかもしれない。結構帰る時間とか、はい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 、リ自分でリフレインする時間ってあったじゃないですか。なんかそういうのが結構すぐ日常に戻るしまうので、その時間がすごく少なくなっちゃうなって、うん、自分で確かに振り返らない家で見てでも確かに振り返らない。もう森田さん、リアル舞台はなんか行かれました？まだな、ただちょうど昨日、うん、それこそビッグは日本博、うんうん、別でやってるオーディションだったんですよ、大阪の昨日、うんうんうん、でそれに参加させてもらってて、昨日すごいその障害のある人ない人のダンスをたくさん見てすごい思うことがいっぱいあって、また、うんうんうん、それで昨日わーっとツイッターとかに書いてたんですけど、そっか、でも生で見ると思うことって本当にいっぱいありますよね。なんかね、なんか渦巻きますよね、わ、うん、かる、うん、ぼちぼち30分になるんで、はい、ちょっとその見てわーってなったこととかも続いて聞きたいと思うので、その辺はじゃあ次の後編の方で行こうと思います。ひとまず続きの後編もお楽しみください、はい、よろしくお願いします。